何やあさこが人に教えるお笑いのことは一つもないな。宮迫顧問制度開始。はい、行きました。今週の一大ニュースです。宮迫がですね、令和の虎でおなじみの林社長の YouTube おるけど YouTube チャンネルに出演し、宮迫顧問制度開始することを発表しています。はい、気になるでしょ皆さん。宮迫顧問制度とは、宮迫が顧問になり、主にトークの改善指導などテクニックなどを月に一度のマンツーマンのお茶会で学べる内容となっている。はい、そして3ヶ月に一度契約者のみんなと集まって飲んでのグループ指導というボリュームになっている。ほう、なるほど。主に、SNS などを使っていかなくてはいけない経営者などに向けてのサービスということでね、喋りが上手くなりたいと思う人に少しでも改善できたりアドバイスできればということであったと。もしくは宮迫に会いたい人も漏れなく募集とのことである。ねえ、宮迫が、お笑いの後輩とかがトークをミスしたりすると、打ち上げとか飲み会で何がダメだったのかという話を普段からしていましたから、そういうことを伝えれるのであれば非常に嬉しいっていうとかね。一般の人はほとんど見逃しているとね。まあ、この日常に起こってる面白い場面を気にしていくといろんなものが落ちていると語った一面でね、こんなこと言ってました。アメトークとかでね、メインで喋ってる人はもちろん見てるけどね、まあなんかこっちの方にも気をつけ、こっちも見ていると、いろんなとこ見てると。で、ジャケットからワイシャツが、なんかシャツが信じられないぐらい出ている出川さんのことも意識してるよとね、気づいてたんです。で、それはなんとなくお客さんも視野には入ってると、出川さんのワイシャツが出てんのね。で、その件なんですけど、なんかすごい、まあ喋ってる人がいてね、喋ってる人がわーっていて、でその人がわーっとかとか受けてると大爆笑になってるね。普通やでも出川さん、なんか手ではこうやってましたね。出川さんはなんかシャツが異常に出てるっていうのがちょっと気になるけど、まあ触れるでもないかなみたいなラインやったらしいですわ。お客さんもなんとなく視野に入って違和感は感じてるみたいな。で、普通はそのね、この話してる人がうわドカンとか受けてる、この盛り上がってんのをね、全部終わらしてから言わないといけないんですけど、その盛り上がってる話をあえてわざわざ切ってね、すごい盛り上がってるところごめんと、出川さんなんでそれだけそんなに出てるんですかって言ったらドカンと受ける、大爆笑になるってことを説明したんですよね。あー、なるほどね。そして、宮迫顧問制度の内容説明もされました。値段は月50万円、年間一括払いだと500万円で、すでに2人の契約者がいると、いうらしいですよ。はい、ねえ、まあまあ、宮迫さんと10回ぐらいお茶しただけでめっちゃ面白かったはと言える人だけお願いしますっていうね、この元を取ろうと思わない余裕のある人だけをっていう強調して募集をかけていましたと。まあまあまあ、そう、まあそれはね、そうでしょうね。素晴らしい。ただおー、宮迫が人に教えれるお笑いのことは一つもないな。何教わんねんおい、こいつに。いや、これ僕がとかじゃなくて一般の方もね、うん、あの芸人の後輩が教わること一個もないとかじゃなくて、一般のそういうお笑いの素養がない方でも宮迫が教えれるお笑いのことあんのか一つも。何言ってんねんこいつね。高すぎるな。いやいや、月50万円、まあ、経営者向けやからそういう強気な価格設定なんでしょうけど、まあまあ、だからちょっと言葉の節々に感じたお笑い以外の部分の逃げ、そのね、宮迫に会いたい人も募集とかね、宮迫とお茶できるみたいな、なんかそういう人だけでもいいですよみたいな、なんかそっちに、まあまあそういうことなんでしょうね。だっておかしいもん、そのお笑い、いや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 、おもろいよ、おもろすぎる。はあ、すごいね。そのアメトークの出川さんの例えもね、ちょっと僕、4回ぐらい見直したんですよ、そのシーン。ほんまに言ってんのかなこれと思って。で、間違ってたら申し訳ないんで。でも、4回ともね、そう、僕がまあ今言ったようなことでその話してたんですけど、それほんまやったら MC として終わってるやろ。いやいや、MC として終わり上げてるやろ、この手法。全くチームのお笑いできてないよ。一人よがりな自分で笑い取りたいだけや。
なんかあかんやん。いやいや、だって、話してるやつがおって、ドカドカ受けてて、で、話の途中でわざわざあえて切って、ね。盛り上がってるとこごめん。ね。出川さん、なんでそんな袖出てるんですかっていう。いや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 。それな、まず、何から言おうかな、まず。お前だけちゃうに気づいてんの、まずな。その、出川さんの衣装のシャツがペロンって出てんのは、お前だけじゃないけど、みんな気づいてるけど、なんで言わんか。わしゃ立てとんねん。今トークしてる、ね。しかも、アメトークなんかさ、お前より後輩やろ。大体。まあまあ、まあ、ごめんなって、その、タメ口も使ってる後輩でしょ、これね。後輩が頑張って喋ってて、うわーってトーク受けてる。ね、自分の番組のゲストで来てくれた後輩に対して、その話遮ってまだいけんのに。自分の笑い優先して出川さんね、どういうことやねん。それみんな気づいてんねん。あ、出川さん袖出てんなー、みたいな。でも、今言うことちゃうな。だって今、喋っても当たり前。これ、いや、お笑い芸人関係なく分からん、これ。一人よがりすぎるやろ、お前。いや、そういう場じゃないやん、アメトークって。違う番組で、なんかそういう、なんやろな、個人競技。いや、それも俺あんま思い浮かばんけど、バラエティのテレビ番組で。個人競技、自分の笑いをうえーっていうタイプの番組って言うと思うけど、これね、出川さん逆サイドやからな、ほんで。宮迫の話し方、こう喋ってる人がいて、で、こっち宮迫ちゃう、こっち出川さんがいて、って、こう、逆サイド。まあ、おそらくですけど、アメトークの上手側のひな壇に、まあ、後輩がいて、で、下手側の、こう、聞き役みたいな方に出川さんがいるのかな？例えばね。いや、こっち、ああ、って聞いて、盛り上がってる方ごめんな、それそんな出てる。やるかそんなんやるかな嘘やと言ってほしいです、これ。びっくりしてます。いや、それやりたいんやったら、ね。どうしてもその気になる。いや、その鼻水めっちゃ出てるとか、鼻血大量に出てるとかやったら、その中断せざるを得んぐらい気になるからあれやけど、そのシャツの袖が出てるっていう程度のことを、話遮ってまでやるやつ、トーク力ないって。何が顧問制度やねん、アホ。何やねん、これ。いや、だって100分言ってそれやるんやったら、ね、その話はもう一通り聞くと。わしゃの盾で、あ、そうやな、わーって一通り笑いをもう取り終わった後に、次のテーマ、次の人に振る前に、ちょっといいですかって、ここや。で、出川さんに振って、ね。まあ、その、話終わったで、ちょっといいですか、遮らちょっといいですか、いや、なんでそんなシャツ出てるんですか、でもいいし、ね、タイミングをずらすだけでもいいし、なんやったら、出川さんに振るでもええわ、な。そのわーってこっちで若手がわーって喋ってる、あ、いやいやいや、おもろいな、おもろいな、爆笑起きてるね、いやいや、ね、出川さんはどう思いますかって振る。で、出川さんが、いや、本当にね、って喋り出した瞬間に、お前シャツどんだけ出とんねんとかでええやん。いや、そのシャツなんなんですかって、一回出川さんに、いや、その方が、笑いの量的にも、ね、現場のね、客、アメトークの観覧客が見るモニターってありますから、でっかく映してる。そのモニターは、今テレビでこうやって映ってますよっていうカメラの画角、ね。が、出川さんのワンショットパーンってスイッチングで抜かれた瞬間に言った方がウケるに決まってるやん。タイミングもやり方も全部間違ってる、これ。こういう MC が一番終わってんねん。いや、なんでゲスト立てへんかなって、その笑う、うわーって、なんで遮んの？めちゃくちゃマナー悪いで。で、これってマジで、その、アホが称賛するだけで。ね。コメディアンシップのかけらもないねん、これ。いや、アホはね、うわ、宮迫さんさすがそんなとこ気づいて、そんなことバーンって言って、笑いしてすごいわって、アホはいいよね。お笑いしないやつは。いや、これマナー違反ですからね、はっきり言って。全員思いついてるよ、それ。うん、全員分かってるよ、そこに袖が出てること。でも言わへんね。なぜならチームでお笑いやってるから。ね。そういうとこが YouTuber やな言うてんね。芸人ちゃうわ、なんなもん。何やねん、こいつ。あ、で、一人賛否。はい。何の熱量もありますよ。こういうコントをしてるだけなんでね。まあ、お笑い芸人の方だったらわかると思うんですけど。はい。僕、こんな意見ないですから。はい。宮迫博之、地上波放送中止。あ、拍手じゃない。いやー。約5年ぶりの地上波出演となるはずだった宮迫だったが、直前に放送中止が決まったと報じられた。28日更新の、宮迫の YouTube で、なんと千葉テレビさんの匠の教室という番組からゲストのオファーをいただきましたと喜びの報告したと。ね。
過去にも地方局からオファーがあったと言うんですけども、後に生じる大人の事情がね、あまり詳しくは言いませんけど、降格された振られるみたいなことが多々あったんですよ。ね、明かしたんですけども、今回スムーズに行きましたと胸を撫で下ろしていましたね。で、オンエアは6月3日の深夜1時半からと告知して、これは闇営業騒動以降テレビから遠ざかっていた宮迫にとって約5年ぶりの地上波復帰となるはずだったと。で、番組は4月23日に収録を行われて、5月22日に番組の納品が完了したと。ほう。で、28日に宮迫が YouTube にて番組に出演することを発表したら、次の日29日千葉テレビ側から放送しないとの申し出があったと。ね、宮迫は一部で放送中止の報道がなされていることを受け、X で、マークつぶやいてたんですね。現状を報告した。今、チームで事実確認進めてますと。で、30日に放送局の千葉テレビ文書を出しました。ネットニュース等で報道されている宮迫博之氏出演について、放送される番組の内容は事前に通しないで審査をしております。外部の制作会社が制作する番組については、番組の内容は出演者などを事前に通告していただき、当社内にて協議した上で制作していただくことを関係各社にお願いしております。ネットニュース等で報道されている宮迫博之氏出演の番組は、そのような通告もなく外部の制作会社によって制作されたものです。よって、当番組の放送によってはありません。以上、怖っ。と声明発表されたと。ねえ。匠の教室、その例の番組の公式サイトには第9回放送ゲストとして宮迫博之さんが出演しますと記されてるんですけども、千葉テレビの番組表では告知した時間帯はダイヤモンドコレクションになってる。ダイヤモンドコレクション？何その番組？そういった千葉テレビの声明発表にもあった通り、宮迫サイドのフライング告知に、SNS 上では宮迫スタッフの勇足など、言われたりとか、なぜ放送中止になったのかって疑問憶測ね、読んで話題となりました。で、31日宮迫が YouTube チャンネルで地上波復帰が白紙になりましたというタイトルの動画を投稿しましたね。今回緊急で動画を撮らせてもらっております。で、はい、今 SNS 等でニュースにもなっているんですが、5年ぶりの地上波復帰というニュースがまず流れて、その後すぐに、そうですね、千葉テレビさんの方で5年ぶりというこうなんか言いよどみながら、なくなったって言ってました。なくなったびっくりなくなったよそんなことあるみたいな。宮迫節で、そんなことあるって言ってました。ね。ねえ。お前、お前待てよ、お前。お前 TV 上やぞ言ってました。なくなった TV 上やぞ言って。お前ゴールデンタイムに何してくれてんねんって言ってました。はい。お前 TV 上やぞお前ゴールデンタイムに何してくれてんねんって言ってました。はい。今噛んだよねとか言ってましたよ。ゴールデンタイムに何してくれてんねんと、ね、言ってましたね。で、まあまあここからほんまにあれなんですけど、収録も完全に終わった後で打ち合わせもたくさんしたとね。30何年テレビ出てましたけど初めてのことでちょっとびっくりはしてると。で、経緯説明のために番組プロデューサーが話に来てくれてました。これすごいな。で、プロデューサーが、皆さん本当に申し訳ございませんとね、いろいろまあわーって言ったんですけども、これなんやろなね。経緯はほんまにさっきも言ったんですけど、4月23日撮影で宮迫の YouTube チャンネルの宣伝を依頼したと。だからスタッフの勇み足っていうのは誤解だとね、釈明しました。で、番組の編集を行って今月13日にコンプラチェックの会社に納品した。で、22日に千葉テレビの納品を完了した。で、28日に宮迫 YouTube で宣伝、29日千葉テレビが否定したっていう感じなんですね。プロデューサーも困惑してるんです。で、ねえ、なんでなんでしょうね、ほんまに。ねえ。テレビ局と制作会社の連携が取れてなかったのか、宮迫が出ますって宣伝した反響を見てなんか相当なもんが発生したのか、ちょっと、あまりほんまに聞いたことないことですよ。真相明らかになってませんと。ねえ。いや、これね、かわいそう。かわいそうです。いや、まあでも、まあ、笑ったな。いや、かわいそうですけど、ポジティブに捉えましょう、皆さん、こうくん。いや、ちょっと待って、一人賛否すんねんな。はい、かわいそうです。
たで。ざまみろ。ざまみろ。はい。以上です。はい。ああまあ以上ですというかまあまあ笑ったね。おもろい。おもろいから大丈夫です。これ笑いにもしてるし。自分が YouTube で。いや、これ素晴らしいでしょ。で、再生数も稼げて、これは俺は、ほんまにいいと思う。まあ、ただ、ちょっと、ほんまに、まあ、一旦なんやろ。一旦様々なビーフはさておき、ほんまにちょっとかわいそうかも。なんか、なぁ。まあでも、一人賛否なんで、すいません。心を鬼にして、ざまみろ。ざまみろ、ボケが。というわけなんですが。だって千葉テレビって、一番緩いんじゃないの？そういうの。だって、アンジャッシュの渡部くんも、復帰千葉テレビでしょ？白黒アンジャッシュ。あれ千葉テレビやんな。そうですよ。うん。刑務所めっちゃ近いねんから。千葉の。一回行きましたけど、それこそ白黒アンジャッシュ出に行った時に。カーナビでタクシーで入れてもらって行ったんですけど、その同じ画角に刑務所ってあったから、あ、そうなんやって思ってましたからね。だからそういうなんか悪いことした人に寛容なんかなみたいな勝手に思ってたんですけど、あの千葉テレビがあかんって、これでもほんでなんでなんやろな、ほんまに聞いたことないわ。なんですかねこれ、こんなことあるんですね。まあでもざまみろということでした。はい。つまらない芸人 YouTuber 1位は宮迫。はい。とある週刊誌が一番つまらないと思う芸人 YouTuber を500人の男性から聞いたアンケートがありました。の、1位が宮迫でした。はい。全国の20代から70代の男性500人にアンケート調査を実施し、100万人登録者超え、かつお笑い関連の企画を定期的にアップしている YouTube チャンネルを持つ芸人16組から、まあ、つまらないと思う芸人 YouTuber を1組選んでもらうという企画が行われたらしいんですけども、その記事ではね、4位からの発表ってなってるんですよ。4位が、カジサック、ね、3位が江頭2時50分、2位がヒロシで、堂々の第1位が、宮迫ということで、まあ、ほぼ2位とダブルスコアなんですけども、っていうランキングがバーっとあったとね。この結果を受けネット上では、おい1位に一般人を入れるな。いや、なんか俺のせいこれ、とか、そもそも宮迫って芸人なの、焼肉屋やってる YouTuber でしょとかいうコメントもあればね、青な記事書いてるなみたいなね、こんなんわざわざニュースにするなみたいな、面白いの教えてくれよとか、なんかそういう意見もありますね。いやこれ信憑性あるランキングですね。宮迫が1位っていうのが素晴らしい、信憑性あるランキングですよ。いやこれでもね、そもそもね、ちょっといいですか、ちょっといい、なんかその宮迫くんとのやり合いみたいなのがね、もう勘弁してくださいみたいな、向こうが相手に惹かれて終わったんでね、僕も言わんようにしてたんですよね、宮迫のこと。これ芸人同士の言い合いって降参したもん勝ちなんで、はっきり言うて、まあ芸人ではないんかもしれないんですけど、なんかそれこそこの一連の流れ、まあ、向こうが勘弁、もうお前も勘弁してみたいなね、になる前に収録してた YouTube でも僕宮迫くんのこといじってたけど、その宮迫はその勘弁してくださいって言ってきたから、わざわざカットしたりね、俺そう、もう気使ったんですけど、そう、あ、もうじゃあまあなんかね、俺のオーバーキル感も目立つし、まあまあ向こうにその気もないとやめとこかみたいなね、あ、じゃあいいですよって感じでカットしたりとかは2個ぐらいあったで、その編集してそのとこの話題なくすみたいなわざとしたんですよ、気使ったんですけど、宮迫のチャンネルの最新の動画のタイトル、粗品との騒動について品川の意見を聞いてみた、お前まだ俺で金稼いどるやないかい、いやお前まだ俺で金稼いどるやないかい、どういうことやねん、
自分だけもう言うやめてくれって言って、でまだまだしがんどれないで、お前で、しかもそれ動画の一部の話題のことやのに立派にタイトルにして、お前俺で金稼いどれないか。いやいや、そのビュー数は稼げるからな、ええねんけど、いや僕それをやめてくれって言ってるんじゃないですよね。俺で金稼ぐんやったら俺も言わしてもらいますけど、信憑性あるランキングやで。はい、まあ別にそんなやねんけどね。え、という、面白い記事がありました。ただわし5位やないかい。おい、このランキング5位俺やったぞな。記事は4位から発表やったからな、ね、一目見た時には出てないけど、なんか16位までのランキングはこちらみたいなビューンって出るやつ見たら5位俺やったやないかいな。あ、どないだっとんねん。まあ、なんで僕も人のこと言えないですね。はい、目くそ鼻くそでした、ほんまにすいません。いや、おもろかったな、これ。その見つけた時爆笑しましたね。1位宮迫や、よっしゃ、最近俺の名前向こう使ってたから、もう俺もええか、久しぶりに行くかって言うて、よう見たら5位俺やないかい、どうなっとんねん。はい、宮迫、竜宮城の株売却。はぁ、来ました。はい、竜宮城ね、宮迫くんがやってる焼肉屋なんですけども、はい、の株を売却した。報告しました。ね。株式会社ガネーシャの社長と共に動画に登場した宮迫が、竜宮城株を売却していますと明かして、まあご説明したと。ね。いやー、竜宮城なー、おもろいストーリーあったんですけどね。で、こっち株を売却しただけで、まだ持ってるみたいな話やったっけな。ちょくちょく言っていきましょうか。株の売却先となる、伊予うどん株式会社の高野っていう人が登場して、今後について、伊予製麺を中心に約180店舗展開している伊予うどんのノウハウを生かし、竜宮城の福岡や大阪へ展開していくプランがあると。はあ、そうですか。まあ言うたらそもそも、ね、運営当初、竜宮城はヒカルと共同で作った株式会社、いただきという企業が運営してたんですけども、その後、ホンダの株式会社ガネーシャがプロデュース役として加わって営業のサポートを続けていたと。そんな中、去年ですね、相談があったと。ね。まあ、だから、ガネーシャが様々なビジネスに乗り出したことで多忙を極めて、竜宮城のサポートとか支援が困難になったと。ね。で、宮迫のチームだけでは商売するプロが一切ないから、竜宮城の経営が難しいということで、今回の決断に至った。で、ガネーシャが伊予うどんへ株の譲渡を行った、みたいな経緯らしいでございます。はい。ね。で、まあ、話はしつつ、今年8月に株の譲渡が完了したと。で、宮迫は、いただきの株を全て売却したわけではなく、僕の株は残っています、と説明しました。で、個人としては株を保持していると。で、今までと同じように、竜宮城には同じ感じで携わっていきますので、味のチェックとか、新商品の開発とか、お店に来てくれた人たちの挨拶回りなどは、今まで通りやりますので、その辺はご心配なく。あんま変わらんには携わり方。まあでも、そうか。オーナーという形ではなくなりましたと。一応、株もありますから、宣伝担当ですし、大いに来ていただいて、皆さんとお会いしたいので、って話した。で、はい、この報告を受けてネット上では、素人が中途半端に飲食業に手を出した結果がこれです。いや、みんな、冷たいな、宮迫くんに。宮迫くんと仲間ちに、冷たい。完全に株式を売却せず他人の袴にして、その利益をお裾分けしてもらうコースか。結局思いはなく金儲けの話をついたの。おー、なるほど、なるほど。事実上の撤退。つまりもう宮迫の店ではなくなった。宮迫本人としての店は閉店しました。まあね、オーナーじゃなくなったってことは、そら株半分以上売ったってことなんでしょうね。まあ、ほな、まあ名前化してるみたいな感覚なんかな。もう宮迫くんの焼肉屋じゃないよ。ねえ。まあいろいろあったと。で、宮迫くんがね、その動画を出した次の日に、昨日の動画急上昇1位になりました。ありがとうございます。あ、よかったよかった。動画でお伝えした通り、今後も竜宮城盛り上げていきます。9月は4日と22日にお顔出しします。もちろんそれ以外でもタイミング合えばお会いできるものでぜひ食べに来てね。ほん。いや、まあこれはね、もう飲食の経営はほんま飲食の人間続くけどさ、もうむずいんよ。ほんまに。難しいです。しょうがないですよね。うん。いやー、しかもまあ結構頑張った方じゃないですか。あの土地で、この期間。ほんで潰れるわけじゃないしな。まあいろんな、組織が手を引いていくっていう感じですかね。もう、だからまあ別に、はい。急上昇1にもなったしね、動画のネタにもなったし、宮迫くんおめでとうございます。てれー、やっ
この速報を見た時にね、やったーと思いましたね。うん、あの、実情はよくわからんで、その、やっぱ、紐解いていくと別に大したことないって話じゃないのけど、でも、やっぱ、宮迫牛場の株売却っていうニュースは、やったーやなー。いやー、痛快ですね。痛快エブリデイ。おめでとうございます。すごないね、ほんで、9月2日しか行かんの。もっと来いや。完全にオーナーちゃうかな。オーナーじゃなさすぎるやろ、お前。4日と22日だけ？それ以外なんなんじゃ。はい、やったーでございます。嘘です。見てるやつとかあるんですか、 YouTube で。うん、宮迫のやつと。なんか宮迫のやつとかは結構見てるで。ほんまに見てる。めちゃくちゃおもろい。あ、そうなんですか。あー、ほんまに、はい、一日の楽しみやね。更新されたら嬉しい。腹ちぎれるぐらい笑ってる。あ、そう。あれ、芸人全員でカラオケボックス集まって、はい、でっかい画面で流したら、もう爆笑の渦で、あれ、ほんま、めちゃくちゃおもろい。めっちゃおもろい。あ、そうですか。何しろこいつ。何でこいつって、めっちゃおもろい。最高。あ、大好きだから。あ、なるほど。全部の回ヤバすぎ。もうほんまにおもろい。CM 飛ばされてるから。あ、その時期それもしゃあない。そうですよね。次のうち一番年上は誰でしょう。レディーゴー。ブンブーブー。オールスター反射祭。おい、全員反射と関わりある。オールスター感謝祭見してくれや。お前全員反射やないか。やんなもん、なんやねんこれ。オールスター感謝祭いらんねん。あ、例のあれですねこれ。ねえ、ヒカルのバースデーパーティーで宮迫がね、なんか言うてます。これベロベロなんですよこれ。でも皆さん許しちゃってくださいね。ほんまもう奥さんに怒られちゃうんで、宮迫さんが。すいません、ほんまにね。え、宮迫君が粗品に言いたいね。え、うん、テレビに出てた時の俺を超えてから言え。うわー、ねえ、これありましたね。うん、そうそう。でパンチラインいきますよこれ。でこ突き出て顎に刺さってね、逆やろ。いや、顎しゃくれて伸びてでこに突き刺さってねって言い張ったんや、あの人。なんでデコが突き入れて顎に刺さんねん。どういう原理やねん。あ、粗品の YouTube 生配信やってますね。あのコールオブデューティーで戦争のゲームやってて、いつもこの配信といえば1万円以上のスーパーチャット送ってきたら太客とか言うて、それで盛り上げるみたいになって、もう早速めっちゃ来てるやん太客。誰から来てんねんこれ。どうしよう。どうしよう。まあ一応言うか、宮迫です。宮迫博之が5万円金脈。ありがとう。